トーマス・デッケルは、オランダ、北ホラント州のダークショールーン出身の自転車競技選手。2004年、2005年のオランダ国内個人、タイムトライアルを制したことで一躍注目の的に。その勢いは、止まるところを知らず、2006年、ティレーのアドリアティコで、総合優勝を果たしたが、これは、UCI プロツアー史上最年少優勝選手、記録である。 さらに2007年はツールド・ロマンディでも総合優勝を果たした。また同年はツールド・フランスでも初出場を果たした。ここまで、ほぼ順風満帆といった戦績を誇ったデッケルだったが、2008年のツールド・フランスを目前にして、なぜかチームメンバーから外されてしまった。またクラシカ・サンセバスティアン終了時点において、UCI プロツアー個人ランキング第9位につけて、 いたが、8月14日、ラボバンクを退団したことにより、これまで獲得してきたポイントはすべて剥奪された。同年9月27日、2009年シーズンより、サイレンスロットへの加入が決まったと、自身のウェブで表明した。2009年7月1日、国際自転車競技連合は、バイオロジカルパスポートに基づき、2007年12月に、実施された。 競技外ドーピング検査のために採取された血液及び、尿サンプルを改めて、2009年6月20日に、ドイツケルンのアンチドーピング研究所で調査したところ、エリスロポエチンが含まれていることを突き止めた。2011年、ドーピングによる出場停止処分が終了した後、8月1日より、ガーミンの育成チームであるチポートレディベロップメントチームと契約し、レース復 2012年、ガーミンバラクーダ、後のガーミンシャープ2席。2004年、2005年、2006年、2007年、2008年、2012年、サイクリングニュース2009年7月1日付記事。ありがとうございます。